なめとこ渓谷行きは滝三筋の滝かじかの滝なめとこ渓谷は愛媛県宇和島市から北宇和郡松野町にまたがる渓谷である。四万十川支流の目黒川最上流 12km に及ぶ愛媛県下有数の渓谷である。足ずり宇和海国立公園に属する。名前の由来はほぼ全域が河口岸から成り立っているため、長年の侵食によって岩肌が 滑らかになっていることにちなむ。落差80メートル、一枚の岩盤を滑るように落ちる、雪輪の滝をハイライトに、霧が滝、蔵刀岩、太古岩、洗浄時期などの継承地があり、また豊かな自然の中に、野生の猿や鹿が生息している。行政区画としては、雪輪滝をはじめ、渓谷の大半を、宇和島市域が占めるが、宇和島市外からまっすぐ通じている道はなく、 観光開発は、主として、北宇和郡松野町が行ってきた。鬼ヶ城山、北六四万十川支流の目黒川周辺の森林で、1995年に林野町が水源の森百選の一つ、活湯水源の森として選定された。四国南限のナ林や熊笹の野原、尺投げの群落、姫シャラなどの自然林が人工林と混在したような、 動植物の生息地となっている。また、美しい日本の歩きたくなる道500線にも、選定され、渓流幕の穏やかな流れと森林が織りなす、四季折々に美しい景観を作る。所在地、愛媛県宇和島市の川勝床7月国道381号沿道の方向標識に従って、高知県道8号西と佐松津野線に入ると、それまでと同様快適な二車線道路が続く。 しかし、目黒郵便局前で、愛媛県道275活勝か松野線への分岐後は、境外な区間が多い。谷川にはガードレールがなく、山川には溝があり、すれ違い不能な箇所が点在する。ありがとうございます。